今までは約200万円を被災地に寄付していきました。で、寄付した場所でいうと岩手県の釜石、大船渡市、あと宮城県の東松島市、あと七ヶ浜、あと福島県浪江町、あと南相馬市で、最後に宮古島に移住された福島の子供たちへですね。で、宮古島の方は自分が、協力してくださいとお願いした宮古島島内の方が制作から販売まで全て寄付までも全部やってくれて、宮古島版が150万ぐらい寄付してもらったんですね。で、こっちは50万ぐらい寄付したんですけれども、ですね、 NHK の生放送、全国生放送番組で、その時笑顔カレンダー制作もやってたんですけども、ちょっと人が足りなかったので、制作スタッフ募集してます、ここまでみたいな感じで言ったんですよ。そうしたら番組内でなんかツイッターやってたんですけども、そこのツイート、自分のツイートにメールが来まして、宮古島の方から、そこで協力できることがあればってメールが来たので、ありがとうございますっていう感じで、なんか少しなんか13年版を作成して心残りなことがあったんですけども、やっぱり岩手と宮城と福島しか寄付してないので、それ以外茨城とかもう絶対被災地なんですよ。なんかダメだなと思って、なんか自分Facebook とかで岩手、宮城、福島以外の震災の情報を知ってるのに、なんかメディアだけで発信されてる情報、この東北の被災地 3県ばっかりやばいんだよっていうことしか頭になかったのが自分の悪いところだなと思って、7月20日茨城で、ちょっとした夏祭りのイベントがあるんですけども、そこに自分、茨城に行ってカレンダー撮影会をやる予定ですね。自分が死ぬまで続けます。これはもう勝手ながら自分のなんか使命だと思ってますんで、はい。笑顔カレンダー2014トーク、こちらの商品は仙台市内10店舗で発売されます。価格は980円です。皆さんよろしくお願いします。